乗り物タウン。高いところに登る乗り物といったらクレーンの王様タワークレーンさんだね。おっひょー、こんなに高いところにどうやって登るの、見てみたいっぴー。やーラッピー、俺がクレーンの王様タワークレーンだ、よろしくな。はじめまして、タワークレーンさん、今は何をしているの。変身している最中なんだ、変身が終わるまで待っていてくれよ。あの高いところにいる人たちも変身のお手伝いをしているのかな。タワークレーンさんは工事の現場まで自分で移動することはできないんだ。いくつもの部品に分けて運んでもらって工事をするところで組み立てるんだよ。変身するために他のクレーンにも手伝ってもらうんだ。王様っぽいだろ。今取り付けているのはジブっていう部分、荷物を吊り上げる長い腕の役割をするところさ。あそこにいるのは作業員さん。荷物を吊り上げるワイヤーがきちんと張られているかや、自分の組み立てがちゃんとできているかを点検しているんだよ。確認は人間の目で一つ一つ丁寧にやっていくんだね。どうだいラッピー、俺の大きさがわかるだろう。うん、さすが王様だね。これからもっともっと高くなっていくんだ。タワークレーンさんはまず低い場所で荷物を吊り上げるための装置を組み立てるんだ。その後でこのマストっていう柱を使って高いところへ移動していくんだ。タワークレーンさんが使うはしごのようなもので、これを使って上に登っていくんだ。これがはしごになるの？どうやって登っていくんだっぴ？さっきは他のクレーンに手伝ってもらったけど、ここからは俺様一人で変身するんだ。マストを組み立てるから見ててくれよ。青いところに開いた四角い穴に吊り上げたマストをはめていくんだ。ほんとだ、穴が開いてる。ぴったりはまるように慎重に下ろしていくぜ。マストをつなげたところは外れないように太いネジでしっかり止めるんだよ。あとはつなげたマストに沿ってこんな風に登っていくのさ。上まで登ったらその上にさらにマストをつなげてどんどん高くしていくんだぜ。何本かのマストをつなぐ作業で最大88メートルもの高さのタワークレーンさんが出来上がるんだよ。運転席はどんなかな、見てみたいピン。オーケー、運転席に行くにはマストの中にあるはしごを登っていくんだ。今回つなぎ合わせたマストは9本。運転席に行くだけでも大変だね。ようやく運転室のある旋回部に到着したよ。この白い箱はキャビンって言って、この中にタワークレーンさんの運転室があるんだ。ガラスで外が丸見えなの？うわ、怖いっぴ。初めて乗るラッピーには少し刺激が強かったかな。こうやってガラス張りなのは安全のためでもあるんだ。クレーンや他の機械がよーく見えたら事故も防げるだろう。ラッピー、キャビンの中には運転室の他にもう一つ部屋があるんだ。ここはいろいろな装置を動かすための電力を管理する電気室さ。いろいろな装置がこんなに高い場所にあるのはすごいだろう。だけどタワークレーンさんはあんなに高
山の中での仕事は電気を作る高い風車を作ることさ。この高い柱の上に大きな風車のブレードを取り付けるのさ。あの高い柱もタワークレーンさんがいくつものパーツを一つずつ吊り上げてあんなに高い柱にしたんだよ。つなぎ合わせる場所を上から見られるから細かい作業もしやすいんだ。背の高い建物を作る工事には欠かせないんだよ。だから王様なんだね。大きなクレーン車さんだと細い道を通って山の中まで入っていくのは大変なんだ。だからいくつかに分けた部品をこの場所で組み立てるタワークレーンさんが力を発揮するんだよ。それにタワークレーンさんは力持ち。140トンの重さのものまで吊り上げることができるんだ。だから高い柱のてっぺんに取り付けるこの大きなブレードを吊り上げることも簡単なのさ。うわぁ、こんな大きな風車を吊り上げてたんだ。ラッピー、俺様タワークレーンのこと分かってくれたかい？高いところは怖かったけど、タワークレーンさんが一生懸命働いているところや変身するところを見ることができて、さすがクレーンの王様は違うなと思ったピ。ゴーゴー乗り物タウン。2019年1月に就航した人と車を運ぶカーフェリーだよ。宮城県の仙台港と北海道の苫小牧港を結んでいるんだ。やあラッピー。うわー、近くで見ると大きいなあ。でもどこから車を乗せるの？北上さんは右側の前方と後方、そして左側の後方から車を乗せられるんだ。仙台の港では右側前方と後方の2箇所を開いて車を乗せたり降ろしたりしているんだよ。そうなんだ。あ、トレーラートラックさんだ。北上さんには車を何台くらい乗せられるの？北上さんはお客さんが乗る客室や車を乗せるところなど全部で8つのデッキに分かれているんだ。車を乗せるデッキは5つあって、トラック166台に乗用車も146台乗せることができるんだよ。うわー、車がたくさん。北上さんのお腹の中は車でいっぱいなんだね。ラッピー、上に上がっておいでよ。上？すごい、グッピー。エントランスホールだよ。北上さんには楽しい仕掛けがあるんだ。ラッピー、よく見ていてね。わー、すごい、宇宙になった。北上さんのイメージはスペーストラベル、宇宙を旅するような気分を味わってほしいんだって。あ、階段の下に部屋がある。秘密基地みたいだね。ここはキッズキャビン。いろいろな映像を使ったゲームなどが楽しめるんだよ。さあ出航だ。明日の朝には苫小牧港に到着するよ。うん、って、いい匂いがする。こんなところに美味しそうなお料理が。北上さんには豪華なレストランがあって、夜と朝バイキングの料理が楽しめるんだよ。いただきます。もしかして並んでる料理を全部取ってきたの？さすがに全部食べたらお腹壊しちゃうよ。で、よぼ、全部食べられるよ。あー、美味しかった。あれ、扉がいっぱいあるけど、ここは？ここには客室が並んでいるんだ。いろいろな部屋があるから見てみるかい？うん。
お邪魔します。ここは B 寝台。上と下それぞれが小さな部屋になっているんだ。そしてこっちは扉がついたエコノミーシングル。ベッドがあってゆったり一人で眠れるお部屋なんだよ。こっちは一等フォース。個室になっていて二段ベッドが2つあるから家族や友達との旅行におすすめだよ。ここはさっき見た一等フォースだよね。ラッピーよく見て。あ、柵がある。ペットと一緒に泊まることができる部屋なんだ。こっちのお部屋は豪華だね。特等の部屋だよ。ゆったり船旅が楽しめるんだ。うひゃー、こんなに大きなお風呂があるんだ。ここは雲をモチーフにした浴槽がある展望台浴場だよ。海を見ながらお風呂に入れるなんて最高だっぴ。部屋にはいろんなタイプがあって535人も乗れるんだよ。そっか。ところでお部屋のポットに柵があるのはどうして？もし船が揺れて倒れちゃったら危ないから柵をつけてあるんだ。だからこの椅子にも、うわ、鎖がついてる。椅子が滑って遠くに行かないように鎖で固定してあるんだ。操舵室だよ。船長さんが特別に入れてくれたっぴ。安全のために大事なお仕事をしているんだから邪魔しちゃダメだよ。操縦したいな。楽しみに待ってるよ。ラッピー、船の旅はどうだった？楽しかったっぴ。また遊びに来るね。ゴーゴー乗り物タウン。今日はガントリークレーンさんに会いに行ってみよう。ここに来ればガントリークレーンさんに会えるって言ってたけど。おい、ラッピー。俺がガントリークレーンだ。今日はよく来たな。おー、大きいっぴー。初めまして、ガントリークレーンさん。ラッピー、港で働くガントリークレーンさんはキリンのように細長く見えるけど、とっても力持ちなんだよ。一番背を伸ばすとだいたい72メートルの高さになるんだ。ジャンボジェット機の長さと同じくらいだね。ちょうどいい時に来たな。俺の仕事は船から荷物を下ろしたり乗せたりすることさ。今から準備をするからしっかり見ててくれよ。ほら、港に入ってきた船がガントリークレーンさんのそばに近づいていくよ。ラッピー見て、ガントリークレーンさんの形が変わってきたよ。よっしゃ、準備完了。それじゃ荷物を下ろしていくぜ。あれ、紐の先に何か箱みたいなものがついてる。あれが荷物なの？そうだよ。あの細長くて四角い箱はコンテナといって、中にいろんな荷物が入っているんだ。船が運ぶたくさんのコンテナを下ろしたり積んだりするのがガントリークレーンさんのお仕事なんだよ。ラッピー、俺は35トンの重さの荷物まで持ち上げられるんだぜ。うひょー、そんなに重たいものをどうやって釣り上げているの？それを分かってもらうには俺についてるいろんなパーツを説明しないとならねえな。じゃあここでガントリークレーンさんの仕組みについてじっくり教えてもらおう。俺は大きく分けてこの5つのパーツで組み立てられているんだ。コンテナを運ぶのは
丈夫なワイヤーで吊られたスプレッダーっていう装置さ。ガーターに沿って船と陸の間を行ったり来たりして運ぶんだ。スプレッダーは吊り上げる高さを変えたり、コンテナの大きさに合わせて幅を変えることができるんだぜ。右と左の両方からアームが伸びていくのがわかるだろう。ただ俺たちはクレーン車みたいに左右に向きを変えられねえから、積み下ろしをするコンテナの正面に自分で移動しなきゃならねえんだ。だから俺の足元を見てみな。これはもしかしてレール？その通り。船に沿って前や後ろへ安定して動けるように港に敷かれたレールの上を移動するんだ。次はスプレッダーがコンテナを掴む秘密だ。まずは近くで見てなよ。コンテナの上に乗っかったね。もう浮いてる。いつどうやって掴んだの？驚いたよねラッピー。実はコンテナの屋根の4つの角には穴が開いた金具があるんだ。その穴にスプレッダーについたツイストロックピンっていう棒を差し込んでひねるとコンテナがくっつく仕組みなんだよ。このおかげで吊り上げる途中でコンテナが外れることもないんだ。ところでラッピー、このスプレッダーの上にあるのは何だったか覚えているかな？あれは運転室だっぴ。正解、3番の運転室だね。よく覚えていたね。どうだいラッピー、俺の運転室の中を見たくねえか？こんなに高いところにあるから見晴らしも抜群だぜ。今日は特別に地上から35メートルくらいの高さにある運転室に案内するぜ。はあ、階段で上がるの？まさか。ここからはエレベーターさ。うわー、ぐんぐん登っていくっぴー。さあ着いたぜラッピー。地上35メートルの世界だ。あれが運転室だぜ。なんだか思っていたより小さく見えるっぴ。さあさあ、運転室に行くための通路がつながったら足元に気をつけて渡ってくれよ。中はどんな風になってるんだろう。ワクワク。さ、ここが運転室だ。どうだいラッピー。思ったより狭い。床がガラス張りなの。高いし下が丸見えだし怖いっぴー。高い場所からクレーンを操作するからコンテナやスプレッダーの位置が分かるようにこうなっているんだ。よく見えるよね。さらにレバーを使って細かく位置を調整しながらスプレッダーを下ろしていくんだ。ほら見て、35メートルも下にあるコンテナを見事にキャッチ。吊り上げて船から運び出したよ。ほんとだ。こんなに高いところからコンテナにぴったり合わせて釣り上げるなんてすごい技だっぴ。ガントリークレーンさんのおかげで昔は2日から3日かかった仕事が今では数時間でできるようになったんだって。見た目はキリンに似てるけど象みたいに力持ちだったね。We'll be right back.
さあ、俺の今日の仕事は終わりだ。首を持ち上げてリラックスしねえとな。お疲れ様だっぴ。あとはコンテナを運ぶ船の航海の安全を祈ってお見送りだ。どうだいラッピー、今日は楽しかったかい？うん、ガラスの床の運転室はちょっと怖かったけど、ガントリークレーンさんのお仕事が見られてよかったピ。次は運転できるくらいになりたいな。おう、待ってるぜ。乗り物タウン登録してね。 ゴー! ゴー!